次に杉杉本本本和和君日のの会ですえー、今日はあの4名の口実人の先生方、本当に示唆に富むお話を、私は質問しなきゃいけないんで、一生懸命聞かせていただいて、大変勉強になりました、本当にありがとうございます。準、えー、不動で伺いますが、まず中村あー様に伺いたいと思うんですけど、中村様じゃないです、ごめんなさい、大石様に伺いたいんですが。 あの中村哲ささんの話をされましたで私ども日本維新の会は右でも左でもなくて、前に向かって改革を施行している政党であり、私自身もそのつもりでございますけど、中村哲さんの著書に、人は愛するに足り、心は信ずるに足ると、哲さんの著書というよりは、沢木久枝さんとのインタビューの中に、え、ー のインタビューの本なんですけど、この中で,で、皆さんにぜひ、笑ってる本田さんにも聞いていただきたいんですが、具体名言って恐縮ですけど、いい意味であの本田さんは活動されていると思いますが、タリバンという言葉がありますけれども、タリバンという言葉はですは、この本の中で2つの意味を持っていて、俗に言うそのテロリストたちのタリバンという意味のほかに、子どもたちが学ぶ、寺子屋で学んでいる子どもたちのことをタリバンというんだと。 それで、この子どもたちは80人爆撃によって亡くなっているんですけれども、タリバンが80人死んだという報道になったりすると、これが現実だということを言われています、昨日のクルーズ船での、まのうおとといでの岩田医師のですね発信がありましたけれども、おっしゃっていることがすべて正しいとは言い切れないかもしれないですけど、我々はそういった現場の声を、 参考に政治をしていかなきゃいけないということで、今、中村哲さんのお話出たので、思い起こさせていただきました。まあ、そんな中で、リチャード・クーさんが追われる国の経済学っていうのが書かれてて、ポリシーミックスはもはや立ち行かないっていうか、財政と金融で、こう、 混ぜてやってもうまくいかないんだっていう話をされて、その中で、需要の不足の部分は、やはり財政が出なきゃいけないとも、リチャード・グーさん言われてます、そんな中で、やはり BYC にこだわる必要があるということで、えー、まあ、ほとんど使わ、なんていうか、あの遠隔地で、 そこになぜか2つ橋がかかっているって話をまあ聞いたりすることがあるんですけど、B、BYC という観点にどれだけこだわる必要があるか、GDP 上必要だと話は分かってんですけど、その点だけと端的にお答えいただければと思います大石口実人、お願いいたしますありがとうございます。今、公共事業はほとんど BYC のみでえ可否が判断されていますが、B、BYC が図れる領域っていうのは極めて狭い。 考えています例えば道路で言いますと、ネットワーク効果を評価する方法ではないんですね、だからある区間の建設費を、そこから生まれる交通量で割り算して、したがって BYC が1を超えるか超えないかですが、その区間を作ることによって、どういうネットワークが構成されるかというのは、評価の要素に入ってないんですね、だけど我々道路っていうのは、まあ、ネットワークも皆そうですが、ネットワークを作ることによって意味があるんですね。 例えば東京と青森の間は、今、60通りぐらいの方法で、高規格道路を使って結ぶことができています、しかしこれ、高規格道路が全部完成すると、1万4000通りで結ばれることになるんです、そうすると東京と青森の間、北東北との間が途切れないネットワークになる、これは BYC ではカウントしてませんということですから、B、BYC というのは、優先順位を決めるようなときには使える評価方法かもわかりませんが、事業の可否を決めるのに、これを使いすぎるのは問題だと、私は考えています。 新たな視点、えー、勉強になりました、ありがとうございます。えー、と次にです、ね、公文書管理のことをお伺いしたいんですが、えー、三木さん公人ですが、ちょっとその昔の話をまたして恐縮なんですが、核服戦争があったときにです、ね、総裁選の後に、田中角栄さんは自分の自動車電話からです、ね、電話を取り上げて、福田武雄さんに総裁選の直後ですけれども、電話をして、大倉大臣を引き受けてくれと。 でえーまあ、小倉大臣をその後即座にですね、福田武夫さんがあの引き受けるということがありました。あの、ちょっと過去の政治家の方の話をして恐縮ですけれども、この話はですね、えー、昨年亡くなられた相沢秀行先生の著書の中にあります。あの、政治家がやっぱり公の意識だとか、国を思う気持ちっていうのは本当に大事だと思うんです。まあ、それが残念ながら昨今は、 えー、だいぶなくなってきているというのが、私は肌で感じるところなんですけれども、で我が党はあの公文書のデータ化っていうんですかね、実はあの文字データにすると、実はそんなにその、えー、量を取らなくてですね、という発想があって、永久保存で文字あのデータ管理、デジタルデータにしていけば、もうすべての文章は永久保存でいいという思いを我が党はかなり共有してるんですけれども、まあ、その点について、 ご見解をいいいたいと思います、まあ、あのおっしゃっていただいた機、機能をさせるとか、運用をどうするかっていう問題が必ずあることは分かってるんですけれども、逆にやはり小川さんとの質疑でもありましたけれども、すべて残すということになれば、抑止力にもなるかと思うんですけど、そんな点について、まあ、与野党問わずです、ね、そういった永久保存の合意というものができないものかというふうに思ってますので、えー、ぜひご意見をいただければと思います三木以降実お願いいたします。 ごご質問ありがとうございますあの永久保存電、電子データであれば永久保存ができるという議論は、あの一般的にもある話ではございます。 えー、一方で、公務所管理の仕組みはあの、評価選別をして価値判断をすると、でそういう前提で今、アーキビストをあの国家資格化をして、増やして行政機関の中に入れようという動きがあるというのが、あの今の現状だとは思うんですね。で、あの一番望ましいあの状況としましては、私はあの全部永久保存するということは、なかなかあの難しいかなとは思っているんですけど今は紙文書のボリュームを念頭に置きながら、歴史文書の選別を行っているというのがあの現状現 現状であるとは思うんですね。 ですので、その物理的な量を考えながら、どれだけ残すかという発想がどうしてもあるというのが現実ですので、その今、電子文書の管理にあの徐々に切り替えるということを政府はするようでございますけれども、あのそうしますと、あの従来のようなあの廃棄を必ずしもしなくても、十分に保存ができるという状態にはなってくると思いますので、あの全部を残すかどうかというのは、あのちょっといろいろご意見があると思いますし、私も個人的に意見がありますけれども、はい。あのえー 量増やす量、えー、残す量が増やすことをできるというところから、そのそもそもあの保存の基準を考えるということはあの非常に重要だというふうに思っております。杉本和美君、ありがとうございます。えー、と次に新里先生に伺いたいんですけれども、あの。 かなり私も問題意識整理できたかなというふうに思ってます。で一方で、よくある議論ではあるかもしれないんですけど、先生が冒頭おっしゃられた、パチンコでえ結局最後は自殺されてしまったケースがあったというふうに伺ってます。で一方で、パチンコはギャンブルではなくて遊戯だという定義づけがあるやに伺っているんですけれども、 このパチンコ、ギャンブル依存症対策等を含めてですね、パチンコに対する問題意識とか規制とか、そういったものに先生はどういうお考えを持ちかを教えていただければと思います。新里康実にお願いいたします。ありがとうございます。あの本当にあの日本でですね、どうしてこんなにギャンブル依存症の方が 多いのか320万人と言われていますけれども、これの一番の原因はあのパチンコです、でまあ、三点方式という格好で、賭博ではないということで、遊戯として扱われているけど、実際は僕は賭博、脱法行為ではないのかなと、その意味ではあのきちっとした規制をさらに強化しなきゃならない、で実際あの、一時はあの利用者が3000万人という時代から、今、1000万人を、 書いてです、ね、非常に少なくなってきているのではないかなという中で、どう規制を強化していくか、あのやっぱりあのそこらのところがあのないといけないのかな、これは全体として、やっぱりあのカジノ問題で、これだけやっぱり依存症の問題が考えられるとすれば、パチンコの問題についてきちっと考えてです、ね、対策を取らないといけない、そのその意味では、本当はパチンコ労働の規制ということが、 あの前に出なきゃならないことかもしれませんけど国策としてパッとあのカジノの問題が出てきましたので、ど,どうしても全面がカジノになっていますけれども、あの背景のパシンコについてもきちっと検討しなきゃならないというふうに思っています杉本和美君。え先生、ありがとうございます。えー、と次にに大月先生に伺いたいたと思うんでですすけども、まあ、私の問題意識はですね あの国際マーケットっていうのは、あのまあ、日銀が買い続ければ、あ金利は下げ続けられるというふうに思ってるんですけど、一方で、為替マーケットっていうのは、その制御不能で,です、ね、単独介入したって通じなくてです、ね、えー、まあ円安に少し触れてますけど、今、あのいつかです、ね、大きな1ドル360円自体がありまして、その後とに240円があったり、180円とかありましたけれども。 想定できないような、まあ、日本の貿易にとっていいとかっていう議論を乗り越えてね もう日本の力がなくなったときには、為替で一気にやられるっていう意識を私は実は持っていて、麻生財務大臣にも申し上げてるんですけど、海外資産をですね国家も国民一人一人も持たなきゃいけない時代で、逆にやられを小さくしてソフトランディングさせていく必要があるというところまで、実は国会でも財務金融委員会とかで申し上げさせていただいたりしてるんですけど、ちょっと現状認識として、まず伺いたいのが、先生の資料にもありますけど、 日銀ですね、日銀が500兆のアセットっていうのが、まあ、海外の中央銀行と比べてどうなのかという部分と、そのアセットの中身がです、ね、えー、国債がどんどん、まあ、少しスピードは落ちてるっていうのは感じてますけれども、えー、そのハーモナイゼーションなのか、あー2%目標達成なのか分かりませんけれども、日銀の独立性っていう観点。 そして日銀の資産内容という観点。そしてその資産の中身の、えー、国債の膨らみ具合。あるいは株式を買っていて、実質株式を支えている一番の株主は日銀といった歪んだ株式市場の問題。えー、いろいろ問題を申し上げたんですけど、日銀という観点から、から、 悠、えー、々識自体という表現がどちらかの資料にもあったかと思うんですけど他の先生の資料にあったと思うんですけどこの日銀の現状をどう評価されているかを教えてください。大月公術人お願いいたします ありがとうございます、えー、中長期的に見て、あるいは長期的に見ると、まあ、確かにほかに財政審議委員の発表、発言にもあったかと思うのですけれども、今すぐにどういった形で需給がバランスが取れなくなって、日銀以外に買う人がいなくなる、あるいは外資系,外資系の投資家が入ってくることによって、価格にボラティリティが非常に高まるというようなことというのが、いつかは来るかもしれないと。 というのは、えー 我々も考えているところであります一、まあ、つの可能性としては、それが格付けだったりとか、そういったことで、大きくバランスが崩れることがあり得ると思います。で、問題としては、その時点で価格発見機能がもう市場になくなっているということでありまして、日銀が買っている限りは、もう大丈夫だろうということで、民間の方としては、今ご存じのとおり、いくらだったらば、国債というのがフェアバリューかということも、全くえ機能 しなくなっているところでありますただ より問題なのは、えー、金額としては大きくはないですけれども、それが株式、ETF のところにま,まで及んでいるということが、えー、海外から見るとより大きな問題かと思います。で、そういう意味では、の ETF の買い入れ、今、6兆円ずつやっておりますけれども、一部の株式の銘柄ごとで申し上げれば、マジョリティが、えー、そういった日銀の ETF ではないかというふうにも言われている中で、えー まああの一番の資本主義としてのコアであるところの資産である株式市場のところまでもが完成市場であり市場として民間の価格発見機能がもうなくなってから久しいというところには大きな問題があると考えております仮にこれが出口に向かったときにじゃあ誰がどういった形で正常化をしていくということをまあおそらく日銀の方も既に考えつつあるところだと 思っていますけれども、果たしてそれが人間のセンチメントでもって大きく左右され、オーバーシュート、アンダーシュートする市場の中で,です、ね、うまく正常化できるのかという軌道のところは非常に懸念をしているところであります。 あありりががととううごござざいいまました杉本和美君す、えー、っと引き続き質問させていただきますけれども、あのまあ、日本の,その経済規模がまだこの世界何位とかっていうのは下がってますけれども、世界の比率で、えー、シングルデジットになってきて、それがまた半分ぐらいになって、5%パーとか4%パーとかっていう規模になってきて、日本の経済規模が世界から見てどれだけ小さくかなったかの状況によってです、ね、最後はトリガーを、 アメリカと中国が相談して、トリガーを引くとかですね、いう形で為替が大きく動いて、日本が、このあと午後の参考人、口実人で、小林先生かな、小林慶一郎先生だったかな、いらっしゃるんですけれども、彼の著書でも2035年にモンテカルロシュメーションによると破綻の可能性があるっていうのは、彼が書いてるか、彼の友人が書いてるかわからないんですけど、変じゃなんでですね、というようなご答えございます時間になってきましたけど、最後、消費税の議論があります。 で今、先生の伺ったのは、直近の不安は下がってるみたいな、いうようなお話があったんですけど、今あの5、5%に下げるとかです、ね、8%に戻すとかいう提案があって、まあ、あの全体をどうバランスさせていくのか、持続可能性はどうなのかという問題意識は、私はそうと思ってますけれども、まあ、そういった議論について、先生のご見解なり、ご認識はどんなところにあるか教えてください。大月公実にお願いいたします えー、確かに先ほどの資料でもあのご覧いただいたとおり、えー、将来的に上昇するあの、引き上げられるかもしれないということについての、えーまあ、国民のアレルギー反応は、まあ、極めて重大なレベルだと思います。ただ、えー、一方で、ほかの資料でもご覧いただいたとおり、まあ、相矛盾するようでもありますけれども、中長期的な財政不安ですとか、えー まあそういったことが、一番彼らが国民の消費者の方々がお金を使わない、保守的になっている理由であります。その2つのどっ,ちをどっちをどうバランスするかということだと思うんですけれども、個人的にはやはり、財政を痛めてまで短期的な利益に資することは全くないと思っております。そういういいい意味でではは当然にしししてててて今の10%は上上げげるべたただいたと考えておりますしこれで十分 かどうかということについては、プライマリーバランスがなかなか,立ち行かなあの達成できないと言われている中ではです、ね、もう一段踏み込んでいただく必要すら十分あると思います。で、そのときに国民に対して、最後の方でのあでお伝えさせていただきましたけれども、事実をしっかりと認識していく努力というものを、まあ、財政審の方でもやっていかなければいけないと思いますが、そこで欠けている自分事ではないといったような国民の意識をどうやって、 で変えていくかとあの余談かもしれませんが、他の国でも財政再建を。えー クラッシュなしで痛みを伴わずにやった国はほとんどないということを我々の方でも見たわけであります。まあ、唯一ギリギリでドイツがやってきたかと思います。で、そういう中で、じゃあ、痛みを伴わせるのですかといったら、我々は当然、そういったことを望んではいないわけでありまして、であれば、えー、予防注射ではないですけれども、ある程度、こういったことがありえるかもしれないということを自分ごとで理解していただいた上で、ご納得いただいて、健全化に向かっていくこと が引いては中長期的な不安を払拭することによって保守的すぎる国民のマインドセットを変えていくということになるんじゃないかと思っております杉本和美君時間となりました終わりますこれにてこれにて公述人に対する質疑は終了いたしました公述人各委員におかれましては貴重なご意見をお述べいただきまして誠にありがとうございました 厚く御礼を申し上げます午後1時から公聴会を再開することとし、この際、休憩いたします。